まあそれにしても、今朝の朝日新聞がですね、橋本徹さんのね維新の会の前代表やったインタビューを載せててですね、それが大阪都構想の住民投票は今はやらない方がいいと、無理してやらない方がいいということを述べておられるということで、まあこれやっぱその今あのやったとしても否決される公算が高いからというのが、やっぱり っていうのがまあ書いてますね。これね、今の状況では必要性がうまく伝わってないと。えー、現状では可決は難しいとの認識をし示したということで。まあ、これほんとその えー、大阪都構想というのは、まあ、特別区っていうことなんですけども、その対案となる、えー、公明党の総合区案の説明会っていうのもですね、全然人が集まってないというのがあってね。えー、だからまあこのまま突っ込んでも、あのー、僕は大阪都構想、えー、特別区の住民投票っていうのはね、否決されるだろうと、えー。特別区か総合区かみたいなね、うん、まあそれは否決、 だろうううというふうには見てるんで、ね、だから逆に僕なんか維新がいけばあの突っ込んだらいいんちゃうかなといや思ってるんですけども、やっぱりまあそこまでアホじゃないというかですね、だからこれ、橋本さんが言ったっていうこともあるんですが、維新の内部からも、この都構想の住民投票は先送りした方がいいという声もね、なんかあるっていうふうに朝日に書いてるんですけども。 まあだから維新としてはまあ橋本さんにこういうことも言わせて反応を探ろうみたいなね、観測気球的な面もあるのではないのかなと、えいうふうに思いますね。どうやってその都構その住民投票から撤退していこうかみたいなのも、えまあ今年の秋にはやるってね、松井知事が言ってるんですけども、え、一方でやっぱり、 不安が大きくなってきてるってててきるるううのがね、あると思うんですよね。でなんかもう読売にあの変えてたんですけど、昨日ぐらいの大阪市議会で、えー、総合区の説明会の結果っていうのが大阪市議会で話されたみたいなんですけども、えー、それに対する質問とか意見っていうのですね、一番多かったのが、な現状のままではだめなのかというのが一番多かったと、150件あったと。 えー、いうことでね。だから、特別区も総合区も望んでないっていうのが、今の大阪市民の一番多い意見だろうなというふうに思いますよね。うん、で、まあ、僕はこのまま突っ込んでも、えー、否決されるだろうなっていうのは、やっぱその、大阪市で、こ々の去年の衆院選で、大阪市で維新が、あの、 全敗したっていうのはありますが、誰一人選挙区で当選してないっていうのがありますから、えー、だからまあ自民党も勢いづいてるっていうかね。で、それに加えて、堺市長選でもですね、維新が負けたと、えいうのもありますからね。だからもう、維新っていうのは、もう、やっぱ下り坂かなと、都構想都構想言ってますけど、もう、大阪府民も市民自体もですね、もう関心がないと。 まあでも、維新としては、都構想の住民投票に突っ込まないと、えー、公明党の協力が得られなくなるっていうのはありますからね。今まで、公明党にこうやって従わせてきたのもあのー、住民投票に,に賛成しなかったら資格立てるぞみたいなことを言って従わせてきたんですけども、まあ、それが効かなくなってくると。まあ、来年の統一地方選もちょっと維新が危ないと。うん まあだからこう難しいとこやと思うんですよね。えー、やってもやらなくても公明党に逃げられる、えー、維新の軌跡が減るとなったらですね、これはちょっと、えー、どないしたもんかなっていうのは思うんですけどね。うん でも、こういう橋本さんもこういうことを言ってるっていうことは、えー、ちょっと住民投票厳しいんちゃうかなと、公明党も逃げるでしょうしね、協力しない可能性も、えー、あると思うんでね、まあ、自民党には大阪と構想絶対反対ですって言ってましたしね、えー、公明党の、えー、大阪の誰でした、名前忘れましたけども、うんまあ、だからそういう意味では今年面白いんじゃないですか、住民投票、 どうなるかっていうね。やってもダメ。えー、やらなくても維新がダメっていうね。えー、そういうとこに僕は来てるような、えー、気がしますけどね。公明とは逃げるやろうなと。